影山という唯一の突破口を失い、さらには駅内に閉じ込められた夏たち。希望はついえたかに見えたが、そんな時ハッピーが策を思いつく。それは精霊バルゴの力を借りて地面に潜り、魔風壁の下を通って出るというものだった。出れたぞ。急げ、必ずエリゴールを止めなければ。ナツはどうした？ハッピーもいねえな。まあ多分ハッピーのエーラの魔法で先に行ったんだろう。俺たちも早く追うぞ。無理みたい。私たちの魔導四輪がなぜかボロボロになってるの。ガイゼンバルトがご丁寧に破壊していきやがったのか。ナツ、エリゴールを止めてくれ。奴を止められなければこの辺りのマスターは全滅する。ガリューの方向。ただの炎じゃねえぞ。カリューの炎は全てを破壊する。